はいどうも皆さんこんにちは、みっちゃんねるの水島です。本日は丸一日お休みをいただいたということで休日 Vlog をやっていこうと思います。今日はね結構予定を詰め詰めにしてるんですけど、まず僕がやってきたのは地元垂水です。兵庫県は神戸市のですね東の西の果てにある垂水なんですけど、まあ、ここでね僕生まれ育ちましていろんな青春を送ってきたわけなんですけど、今日はなんと健康診断があるということで神戸市民なら無料で受けられる診断を受けてきたいと思います。で健康診断終わったら実家帰ってお母さんに顔を見せて、でその後まあ神戸でちょっとぶらついて髪の毛切りに行って買い物してみたいな、なんかそんな感じの一日になるかなと思いますんで、よかったら楽しんでください。それじゃあ行ってきます。というわけで献血健康診断終わらしてきました。ちょっとねめっちゃ血抜かれたんでだいぶふらついてるんですけど、今は舞子駅っていうもう本当に僕の地元の地元っすねの駅に帰ってきてます。なんとこの舞子駅にはですね、見えるかな、明石海峡橋っていうさ淡路島と本州をつなぐでかいね、世界で一番長い吊り橋やったかなっていうのがあります。はい、これがあの夜になるとなんか虹色に光ってね、レインボーブリッジとか言ってなんか言ってたりもするらしい、封鎖できません。なんか懐かしいっすねマジ。ここのねなんか広場みたいなとこがあるんですけど、よくここでこう電車で帰ってきたらたむろしてましたね、友達とかと橋見ながら。結構エモいっすね普通に。じゃあ実家の方帰っていきます。はい、というわけで実家に帰ってまいりました。庭がすごいんです。おーしゅしゅ、これフレディ君ですね、泣いてるの。おーおいっす、安っ、どこだけで見たの、安いね、もうほら、さっきゼロやね、うん、はい、あ、スイカもらいます、じゃあ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、やばいわ、落ち着いて、フレディ疲れたね、暴れたから。おー、チャリチャリあー、かんか、あー、まだ当たれんの、これよくハマってんのか。スイカいただきます。これかーん、どこ行くのフレディ、フレディこっちおいで、こっち来んねんな。ただいま心斎橋に着きました。で今から、いつもお世話になってるねユニテに行って髪の毛を切ったり溶かしたりなんかいろいろ染めたり、家で遊んでこようと思います。もうだいぶ伸びちゃったんでね、本当にもう早く切りたかったんですよね。しかも今日実はねあのカメラは回しますって言ってないんですけど、まあ龍馬くんなら許してくれるでしょ。それじゃあユニテまで時飛ばし。はい、こちらがユニテです。着きました。はじめまして、はい、よろしくお願いします。お願いします。水島です。え、いいですか、お写真。イエーイ、ノアちゃんです。はじめまして、ノアです。すごっ、お願いします。カメラ慣れしすぎちゃいます。こんなにカメラ慣れしてる素人さんは初めてです。珍しい、僕も知る。あ、どうです。あ、こちゃんです。こちゃん、りょうまさんです。こちゃん、あ、これこちゃんです。こちゃん、え、違います、挨拶じゃないです。挨拶じゃないです。個人チャンネル、あ、個人チャンネルで意味なんすか。こちゃこちゃ、違う違います。まあまあ座りや、そんな。あ、すいません、してなんか。ありがとうございます。愛ちゃんと翔一郎君です。こんにちは。メンバー熱いっすね、今日。そうですか。フルメンバーじゃないですか。フルメンバーです、今日。後でリョツも来るらしいんですけど全然予定知らなくて実は仲悪いのがちょっと露呈した感じで一旦カットが終わりました。ちょっと短くなりましたね。続きましてカラーが始まります。もうねちょっとブリッジがね若干抜けてきてるんで付け根部分にこう足していきたいと思います。はい、というわけでここから、ハイライトを入れるためにですね、ブリッジをどん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 していきます。なんかこう部分別にやっていくらしいんで、このねあのちょっとずつ髪の毛を取ってこうアルミホイルで挟んでちょっとずつ髪の毛取ってみたいな感じでやっていくんで、このねもう見た目がだいぶ滑稽な感じになっちゃいますね。でやってもらってる間もねあの龍馬くんがずっとね面白い話してくれるんで、ここの美容室はね本当おすすめですね。でレジスタンスは結構ここのユニテっていう美容室よく利用させてもらってて、でも彼これ多分5年ぐらい通ってんねやろうなと思って昨日ちょっと調べてみたら、実は去年の3月が初めてやったらしくてまだ1年ちょっとしか経ってないっていう。
え、まだそんだけしか経ってないんですかってぐらい、なんかこう濃いねカット時間を過ごさせてもらってます。ほんまに龍馬さんは関西で一番面白い描写だと思いますね。その他のスタッフさんもみんないい人で、もう行くたびにね友達の家来たみたいなテンションで絡んでくれるんで、すごい行くのが楽しみですね。やっぱ龍馬さんのすごいとこって毎回ねなんかしら感動させてくれるんですよね。なんか自分が想像してた以上のものを提供してくれるっていうか、なんか新しい自分の一面に気づかせてくれるみたいなね、ちょっとすごい宣伝っぽくなっちゃったんですけど、まあなんか本当にね毎回すごい感動させてもらってますね。ありがとうございます。いう感じで、よかったらね世にて大阪の堀江にあるんで行ってみてください。今からポーチプレイが始まります。おお、めっちゃ増えてる。増えてます。めっちゃ増えてる。ハイライト、え、すごっ。これちょっとまだカメラで伝わってないかな。すごい、これガリハイライティングします。めっちゃハイライティングです。ハイライティングしますよ。ほんまに来たよ。おい、あ、お疲れじゃん。めっちゃカメラ回ってる。6回です。タンクトップの人もんねんけど、いや、暑いよ。もう夏やからやって。あれっすよね、こういうこと。暑いからタンクトップの人。あんま見たことない。俺初めて用意する。え、マジっすか。 TPO どうなってんの。奪ってもうた。えぐいな。え、見た、今日はどういうレシピでやってみますか。ハイライトキャンペーンっすね。だいぶ増えたよ。あー、めっちゃ増えてる。ウキウキや。テンション上がるな。やっぱハイライトして俺の気分もハイライトされるわけですよね。バン、え、こういう感じになってます。みっちゃんの頭、いい感じのデザインカラーが。どうしようかな。アイちゃん次第になってくる。ちょっと待って待って待って、びっくりした。ちょっと新幹線みたいになってる。ほんま、うん、にがー。はい、というわけで髪の毛切り終わりました。どうすか、ハイライトめっちゃ入ったっしょ。これ結構明るめにしてもらいましたね。いい感じじゃないでしょうか。ちょっと腹減ったんで小腹を満たしに行きたいなと思ってるんですけど、まあこの堀江近辺何があるかな、まあ、ちょっとピザでも食いに行きますか。あのいつも行くねピザ屋さんがあるんで、そこに行きたいと思います。はい、というわけでやってきたのはこちらビオトープさん。1階は雑貨っていうか、なんか香り物系とかスキンケアグッズを置いてて、2階がセレクトになってて、でこの4階かなにピザ屋さんがあるんで、そこに行きたいと思います。まあちょっと1回店内覗いてから行きます。ビオトープさん行ってきたんですけど、全然買うつもりなかったのに。というわけで、今からビオトープのですね4階やったかなぐらいにあるピザ屋さんに行きたいと思います。入り口がよくわかんないんですよ。ここ入り口がよくわかんない。4階なんですけど、エレベーターのボタンがわかる、これ3までしかない。癖まみれのピザ屋さんです。わー、でもマジ買いましたな、これめっちゃいいですよ。これまたちょっとどっかのタイミングで購入品紹介やりたいと思います。はい、着きました。バン、すごくないですか、これ。なんかクビエキュビエルタ、ちょっと読めないですけど、行きたいと思います。はい、というわけで帰ってきました。どうでしたか休日 Vlog は。結構いろんなとこ行ってね、いろんなことをしていろんな買い物をしたりして、非常に充実した一日となりました。休日っつってんですけど、結局レジハウス戻ってきて今から生配信をしたいと思います。このチャンネルのこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。こんな感じでね、日常の動画もどんどん上げていこうと思いますんで、楽しみにしててください。どう、髪の毛、あ、めっちゃ明るくなった。うわ、悪い感じじゃん、最高っす。はい、じゃあ皆さんバイバーイ。